はい、ジャケットインプレッションです。ご協力いただきます。はい、お願いします。はい、クレールの中村です。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、クレールの山ちゃんです。よろしくお願いします。はい、はい、どうぞ。はい、はい、ヘッドのタネです。よろしくお願いします。はい、あけましておめでとうございます。よろしくお願いします。はい、ね、はい、うさぎ年。うさぎ年。はい、はい、落ち葉飛躍しましょう。落ち葉飛躍しよう。オレンジは鉄板のラディカルですけどもね。あの前作と比較したらオレンジちょっと違いますよ。違いますよ、ね。はい、シャフトはネイビーですか、これ。まあ、ネイビーって言い方が正しいんかな。コーン。いや、それはネイビー。ネイビーの方がいい言い方や。ネイビーとオレンジの組み合わせ、まあこのオレンジも見てくださいよ。外と中の色がちょっと淡い感じに変わってくるっていうね。色が違う、まあ、これによってちょっとやっぱり全体的な雰囲気が前作と変わってるんですかね。うん、内側のがちょっと淡い、ちょっと淡い、まあオレンジに近いんですけど、今回はねプロと MP っていうことで、はい、前作のグラフィン360プラスのところからは数値的なものは変わっておりません。はい、あのまあ2022年から入ってるオーセチックっていうテクノロジーが今回ラジカルにもとうとう入りましたよってところですね。はい、まあ、オーセチックが入ると柔らかくなってちょっとパワーもね上がる感じがあるので、はい、はい、うん、あのちょっと小中で、はい、元気そうなんですけど、そうなんですけど、はい、全く打てません。実はもうフッキーさん打ってるんですよね。そうなんですよね、 MP は実は打ってるんですよね。うん、オーセチックが入ってるレーバーカップモデルにはもう打ってないよ。打ってないって。あれ、待って、入っちゃってた。打ってないって。あれ、打てた。じっくりは打ってないですね。そう。じっくり今日は打ってね、お話をね。あとクレールでやるとね。そう。はい。いつものね。いつものあの。ホームで。ホームで。ホームコート。クイーンがホームコートって言う。ホーム。ヘッドインプレ。ヘッドインプレはホームでした。前作からあの結構ヘッドのサポート選手。結構トップの方とか使用率すごい高いラケットで、うん、どっちかというとボールを潰すような感じで打てるので、まあ、しっかりしたフォームで打てばしっかり収まるし、無理な体勢から打ってもフレームでしっかり飛ばすっていう、結構やっぱ試合には結構あの重宝するラケットかなって改めて思ってるんでね。かといって別にね上級者用っていうわけではないので、一般の方でも使えるラケットで、まあ、実際ね試合とかでは結構優位性を持ってるラケットなのかなと。セッティング次第で意外とどうにでもなる、それこと、ね、そういうことナイスフォロー。ちょうど今日もほらポリエステルで貼ってるものとナイロンで貼ってるものと用意してますので、はい、ここら辺で味付けもだいぶ変わってくるんじゃないかなと思います。ナイロンこれ何貼ったの？ベロシティマルチの、16ゲージ、はい、で山田さんポリの方がフォークタッチの 1.25、 どちらも46ポンドであしらっております。オーセチックラジカル、はい、オーセチックが入ったラジカルです。はい、はい、MP とプロ出させていただきまして、あのラジカルってやっぱりこうオーソドックスオールラウンド癖がないっていうところで言うと、あの極端にボールが持ち上がっちゃうとかすごいボールが飛ばないっていうのがなく、自分で振った分がちゃんとこう制御しやすい、ちょっと短くなった、次深く打ちたいよこれぐらいかなっていう時の制御はちゃんとしやすいっていうところは、本当にラジカルらしさはちゃんと健在だったと思います。でやっぱり MP の方がラケットのパワーはある、あのまあ、小さい力でしっかり飛ぶっていう部分でのアシスト感もちゃんと感じられるし、あの回転をかけるって言った時の話をすると、自分でちゃんとかけようとしないとかからないよっていうのはあるのかなと思います。あのかかっちゃうかじゃない、そうですね、エクストリームとかスピードみたいなちょっとこう引っかかり感が分かりやすいラケットっていうよりは、あのどちらかというと弾道は低くなりがちなので、ちょっと自分で少し持ち上げて打ちたいっていうイメージを出したかったら、しっかりと自分でスピンかけていくっていうことが必要だと思います。ただそれがちゃんと反映はしてくれるので、あちょっと浅く入ってもうちょっと高くしたいなと思った時にはちゃんと自分でそういうスイングをすればちゃんと応えてくれるイメージはあります。で前作との比較の話をすれば、やっぱり打感的な柔らかさ、あとちょっと使い続けてて思ったのは、打球音もなんか前作でもちょっと低めというか柔らかい音がするのかなっていう印象はあるので、まああれじゃないですかね、オーセチックに柔らかくなったところでしょうね、うん、それであのダンススピードの時にもそういうお話はしてたと思うんですけど、そのイメージは硬さがなくなるから弾かないから、はい、そうちょっと全体的に掴む感じだから、なんかちょっと極端ないかするとフェースとストリングのこうたわみ感がなんか大きいような感覚があるので、ちょっとこう掴んで押し出して飛ばす、
まあ、で潰す感じじゃなくてたわむ感じがあるが、そう、だから手に伝わる柔らかさ、はいはいはい、包むストリングのフェースの部分もこう包むような柔らかさが出るのかなと思います。はい、結構こう今重量 300g ありますけど、あの結構ものによってやっぱりこう 300g 台結構弾くラケットも多いイメージですけど、どちらかというとこうホールド感とかの方が際立つかなと思います。意外とやっぱり外した時の柔らかさが今回あるよね。ありますね。広い、だからスイートエリアは広く感じる。感じる。あの本当その先のストリングのたわむっていうのが分かりやすいんで、ちょっとずれた時にもあの変になんか鈍い重い感じが少ない。ちゃんとこうストリングのたわむ、フェースのたわむ飛ぶっていう感じが実感できるかなとは思います。意外と我々外すじゃないですか。あの僕コンスタントにストロークをよく外す。だから柔らかく感じてる。コンスタントにストロークを外すと。僕もストロークスピンで打とうとすると大概ちょっとこう上手に外れるので。なるとちょっと全体的に柔らかいイメージ。なんとなく柔らかいイメージ、少し飛ぶイメージがより分かりやすいのはありました。今まあ流れ通りのオーセチックが入って少し、うん。パワーも出てるっていう予想な感じ、まあ、予想の感じは多分そのまま しっくり反映してると思いますけど、どうですか。うん、そうっすね。前回よりやっぱりそのオーセチック入ったからちょっと掴む感あるから、やなんだろう、優しくなっちゃった、優しくなっちゃったって。優しくなったのかな、うん、優しくなったっていうイメージで言うんだったら、あの少しこうアシスト感が全体的に得やすいイメージなので、ちょっとこう扱いやすくなったイメージはあると言っていいかなとは思います。ただ、まあ、山崎にとって飛んじゃうんだよね。そう言ってましたね。あのこれはあのぶっちゃけでいいと思うよ。ぶっちゃけると MP はちょっと飛びすぎて逆に制御が難しかったです。それぐらいだからパワーがある、うん、そうですね。山ちゃんのスイングスピードだと多分ちょっとラケットがオーバーパワーに感じてしまう、まあ、普段がねスピードプロだったから、スピードプロ、ね、そこと比べても少しやっぱりパワー感がある。あ、まあそりゃね、うん、まあ、て言うてもですよ、て言うてもですから。って言うてもそんなにパワーがあるラケットじゃないとは思いますよ。そうです、あのラジカルはね。だけど前回より回転はやっぱかかりやすくなった気はするんですね、その分。やっぱモデル、はい、プロ、重くなる分やっぱりこう MP と比べると打感的にはおそらくプロの方が圧倒的に柔らかさっていうのは感じると思います。 MP とプロは違うんですよね。そう、まあ、全くモールドが違う、フレーマーズが違うとかの差ももちろんあるので、うん、まあ、その部分での飛び感も変わってくると思いますね。そうですね。重い分しっかり振っても制御はしやすいっていうか、しっかり振れないと制御ができないっていう表現が正しいかもしれないですけど、山ちゃんぐらいねスイングスピードが速いとやっぱり重さがあった方が制御しやすいと思うんですけど、僕でもこの 315g、バランスが315mm、ね、はい、14の割にはちょっと頭が重いんですよ、うん、多分、うん、基本的に見る、ね、そうね、315台でいいよねっていうぐらいのところなんですけど、好み的に、好み的に、好みだったらもっともっともっと変えるなんですけど、好みはもっとよ。このバランスの兼ね合いもあってなのか、あのちゃんと振れるとこうヘッドが走るっていう感じがあるんで、うん、ボールしっかり飛ばせる感じはありました、うん、でMP と比べてやっぱ MP の方がやっぱ飛ぶイメージが結構強くなったのが、プロだと結構安心して振れる感じがあるので、あの本当しっかり振れる人なんかはプロを選んだ方が柔らかさも分かるし、より抑えるような抑えやすい感じもするので、はい、あのしっかりコントロールできる、うん、でパワーの伝わり感も前作と比べても MP とプロどっちもしっかりと飛ぶっていう感じが、自分でスイングしたパワーが伝わる感じがするので、ボールに勢いも出しやすいので、その点では非常にこうパワーロス少なく打てるって言ったらプロの方がパワーロス少なく打てるんじゃないかなと思います。すごいね、オーセチック。なんかあの見えないからあんまり分かんないですけど、打ってみると明らかに前作よりもしっかりと飛ぶし、パワーの伝わり感もスムーズな感じがするんで、それがやっぱり重さが乗ってるプロの方がよりパワーの伝わりはスムーズ、綺麗にちゃんと伝わってくれるんで、山ちゃんぐらい振れる方はぜひプロを選んでいただいた方が多分ショットのクオリティの部分でもよく反映するんじゃないかなと思います。プロの方が収まってたよね、うん、全然ね。やっぱ振りやすいのもあるし、まあちゃんと収まるだろうっていうのもあるから、やっぱ振り抜きがいいから、こっちの方がやっぱボールの勢いとして回転もやっぱりこっちで最後スッて抜けるから、振れる人は別にこっちの方がやっぱり回転もかかるし、あ、なんか当たった時の感じが分かりやすいのは正直プロの方が分かりやすかった気がする、うん、なんとなく、あ、真ん中当たったわ、ちょっと外したわが、ちょっとプロの方が分かりやすかったかな、
MP の方が意外と外してもちょっと分かんないっちゃ分かんないし、まあ、本当に死んじゃうからだよね、多分そうね、MP の方がちょっと外れても飛んでくれちゃうんで、その分でなんかこうちょっとごまかしが効いちゃう、うん、まあ、よく言えばアシストが大きいんです、まあ、確かにそうですね、プロの方が正直にその点は出るとは思うんですよね、うん、だまあコントロールしやすいですね、で前作よりやっぱり優しくなったですよね、本当にプロの方も、うんうん、前作の方はちょっとやっぱ回転かけるの難しかったりとか、ちょっとやっぱ飛ばすのが結構難しかった気がするんですけど、これは結構回転もかけやすいし、うん、飛ばすのも割と簡単には簡単だったんで、いいと思います、これはいいと思います。山崎さんはプロと MP だったらどっちの方が自分が使うとなれば、これは断然プロです、プロ。吉田さんは打ってる感触だけ言ったらプロだけど、現実で試合しなさいって言われるレベルで使うって言われたら MP の方が融通が効く、うん、全般的にアシスト感もあるからっていう意味で僕は多分使うなら MP を選ぶかな、まあ、見ててそんな感じですね、うん、前作よりもどっちのモデルも少し全般的に打感の柔らかさ、アシスト感っていう部分が結構しっかり出てるので、ちょっとプロがしんどかったなっていう人もトライしてもらうといいっていう表現もあるし、ラジカルっていうとちょっと飛ばないよねってイメージ持ってる方も使っていただくと意外と MP が使いやすいっていう方もいるんじゃないかなと思いますね、今回。意外とダブルスだったら MP の方がいいかもしれない。そう、融通が効くっていう部分で言ってもそうだし、うん、パワーもあるんで結構ボレーながらショットなんかで、シングルスはプロ使ってダブルスは見た目わかんないから、見た目わかんないから途中でだけでは変わる確かにそうですね、ダブルスだったらこっちの方が、うん、コサイク効きそうな感じがするんですよ、あとボレするからなんかわかるんじゃん、あ、確かにボレー、まあ、ブル系のね、ストロークだとそういう意識やからね、うん、ボレになったらね、どういう風にまたガラッと印象が変わる部分があると思うので、うんうん、はい、じゃあ引き続き、はい、ボレーの方へ行きたいと思いますので、よろしくお願いします。